ちょ、ヘビおじさん、ちょっとヘビおじさん、やっべえよ、息してねえよヘビおじさん、動かないんだけど。バイソンおじさんが死んじゃったよ、どうしよう。安田教授さーん、ドゥルドゥ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 ン、ドゥルドゥ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 ン、ドゥルドゥ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 いい香りがしてきたよ。GBA バーベキュー、バーベキュー、はい、出来上がり、美味しそうだな。いただきます。まあ例えて言うならゴムみたいな食感。多分皮はあんまり食べるのには向いてないのかなって感じ。肉もね、きっちりついてて、なるほどね。トカゲの味かな。美味しい。多分これしゃぶりつく系のね、味わい方の方が美味しいかもしれないかなって感じですね。悪くない。そうね、やっぱりちょっと、どうだろうね、なんかこうやっぱりね、時間かかっちゃうけど、ちゃんと火通して、あのそれぐらいの味わいっていうのが本当変わってくる、いい一品だと思います。でもちょっとやっぱり普通にソースかけた方が美味しいかもしれんな。ちょっと調味料考えてみます。昆布醤油かな、醤油系かな、だし醤油とかね、そういう感じに合うかなって思います。